南山大学附属小学校は愛知県名古屋市小学5県屋町にある私立小学校。通称は南山小学校。南山大学の附属学校として新設された。初年度は第1から3学年まで揃え、1学年3クラス、1学級30人でスタートした。南山小学校卒業者には系列の中学校、高等学校への推薦がもらえることがある。 校舎は、現在南山中学校、高等学校男子部に隣接する、同校男子部が保有する、テニスコートとその周辺の土地に建設された。テニスコートは、かつて男子部が保有し、一時丸紅に売却して、共同仕様の形をとっていたが、2005年度に買い戻された。戦前に、愛知県で、初めての私立小である、南山小学校があった場所に復活することになる。 基本的に地上3階建て、地下1階建てだが、勾配のある土地に建てられているため、グラウンド側からは3階部分しか見えない。南山小学校の初代校長は、元南山大学学長のハンスユーゲン・マルクス氏、新元会司祭。二代目でも、ある現在の校長は、西脇良。かけがえのないあなたと私のために神様に愛される。 人になろうみんなで助け合って生きる人になろう。最後まで諦めず努力する人になろう周りの人や、ものを愛する人になろう。南山大学附属小学校では、校歌の心の扉に加えて、友達の歌のみんなの夢叶えよう、10周年記念歌で、あるここから、これから各学年が在学中に一曲作詞する、歌などもあり、すでに15曲以上あるとされている。 最近、ゆとり教育による学力低下が叫ばれる中、受験ブームが発生し、各中学校の受験生争奪が激しくなってきたため、小学校を開設することの重要性が増したことと、名古屋にほとんどない私立の小学校の開設希望が強くあることが挙げられる。この学校には修学旅行がない。その代わりに1年から宿泊学習がある。行き先一年生と二年生は、 名古屋市の早戸池公園と交渉寺に行く。その他にも、郊外学習として、農場見学、鍋や上野城水場と、昭和消防署、トヨタ自動車高岡工場、関ヶ原古泉場などがある。一組、二組などではなく、パッて、ライネルス、ヤンセンとなっている。この名前は、ナム山学園の基礎を築いた三人の司祭たち、アーノルド・ヤンセン、ヨゼフ・ライネルス、 アロイジオパフヘに由来している。道徳の代わりに宗教がある。一年生から毎日ネイティブと英語の授業がある。学童の代わりにアフタースクールがある。毎週火曜日に活動している。校内のクリスマス会、精霊病院の秋の夕暮れコンサート、名古屋坂へクリスタル広場のクリスマスマーケットなどに出演している。毎週活動している。 他の学年との交流が目的である。他にも、サッカー、タグラグビー、スナックゴルフ、コと、リコーダー、花道、茶道、チアなどがある。かつて1936年にも、南山小学校が設立されたが、1941年に名古屋市へ移管している。そのため名古屋市立八本小学校は、現在も南山中学、高校男子部に近接している。 遺憾について、昭和区市では1941年4月に遺憾して、矢事国民学校となったとする一方、愛知県小中学校市では、同年3月31日に遺憾して、矢事尋常小学校となったとしている。西脇良。2017年6月3日、学校説明会。学校法人ナム山学園ナム山大学付属。小学校。 2019年5月16日閲覧。小惑星、施行50周年記念事業委員会1987、P459、63世、教育70周年記念愛知県小中学校市、合同記念誌編集特別委員会2018、P210。ありがとうございます。